エンテラシ寺は、長野県稲市高東町山室にある日蓮州の寺院。三号は、明朝山。ボタン寺として知られる。釈迦堂と堂内の多方小棟は、重要文化財。旧本山は、美信山工藤寺。塩寺方園。寺殿によれば最長が、東国境家のために稲谷を通った折に教えによくし、公認十一年現在の釈迦堂の場所に前身である。 薬師堂が建てられた時が早々とされる。伝承では、最長自作の漆黒の薬師如来を安置したという。以来、天台衆寺院として発展し、天福元年現在地より1キロメートルほど、南、原田江堂の地に、天台宗屋室山天福寺が開かれた。三吉村氏には、石徳瞑想を相次ぎ諸人の活動を最も盛んにして、 始祖の精水これに集まり金剛債までなる、著名の巨卒にして241年を経るも、文章6年11月がらんことごとく、宿友の役に送付。しかるに、文明5年身延山11世、行学院日朝商人、この地に、中鈴を垂れ重装権利死亡を強化し、資本家の事項に抑止活然として改修しなを日曜と玉割園寺氏持、第一世として、道場を、 薬師堂のもとに創始一時を混流し、日朝商人を解散と青木に一連修を朝山園寺氏寺を開くとある。2019年7月、3年余りにわたる日連宗、修門史跡調査により、釈迦堂は日連宗、修門最古の北家堂として認定され、境内全域が修門史跡の指定を受ける。これまで、釈迦堂の混流は、百五十五年の、 文部省による解体調査修理の折に、趣味段々腹浦いた、雷合壁裏面に発見された牧書から天文7年とされてきたが、今般の調査において、新築建物に落書きがされるはずはなく、道内田法等が文紀2年であること、新たに発見された、明王5年長子同根流の牧書等により、根流年代は40年以上遡り、文明6年から明王4年の間と改められた。 近年は、ボタンの名所として知られ、花の時期には、多くの参拝者が訪れる。2020年、薬師堂建立から数えて、改装1200年を迎え、命に、合唱に加え新たに、美しい山里の寺づくりを掲げ、境内仮覧の整備、地域と共に生きる、開かれた寺づくりへの取り組みが始められている。七面天女尊像、他方豆腐四天王像。 長子堂御前机、七面堂、京机、日朝、日、秘伝三の大荼羅本尊、日朝荼羅本尊、日脱荼羅本尊、非曼荼羅本尊、日通る荼羅本尊、日、広し一辺主題、日、玄一辺主題、日明る荼羅本尊、非正書。ありがとうございます。